この CD は斉藤ひとりさんと9人のお弟子さんが名古屋で講演したものです。ご存知の方も多いと思いますが、斉藤ひとりさんは12年連続納税金額10万以内という日本記録を打ち立てた方です。また合計納税金額も173億円という快挙をなされ、これも日本新記録です。ではごゆっくりと斉藤ひとりさんと9人のお弟子さんの講演をお楽しみください。それでは早速始めてまいりたいと思います。最初の先生は宮本真由美先生です。宮本先生はおしゃれのセンスも抜群で、丸カンで一番キュートでチャーミングな女性です。今日もとっても素敵なお洋服でご登場でございます。講演のタイトルは二度と不幸になれない話です。宮本先生、お願いいたします。最初は何事も肝心と言いますので、今日はこれだけ集まった皆様と一体になって楽しんでいきたいと思いますので、私が皆さんにこんにちはと言いますので、こんにちはと返していただけますか。はい、ではまず私の声が最低ラインになりますので、私の声に負けないようにこんにちはと返していただけますか。はい、では参ります。素晴らしいです。ありがとうございます。一体になったところで始めたいと思います。今日の二度と不幸にはなれない話って聞くと、は、何のことかなって思うかと思います。これは私はもともと東京の下町に住んでました。で、その時は東京の新宿にあるとある生命保険会社に勤めている、本当に普通の事務をしている OL でした。その時にハッピーラッキーの著者の増岡花恵先生が友宗谷さんっていう喫茶店をやっていて、私もそこにいつも遊びに行ってたんですね。そこの花ちゃんが私に、まえちゃん、最近ねすごい素敵な人が来るからちょっと遊びにおいでよって言って声をかけてくれました。で、私はもともとそういうのがすごい大好きなので、行く行くって言ってすぐ行きました。そしたらそこにいた人はすごい素敵で面白くて楽しくて、本当にいろんなこと聞くといろんなことを教えてくれて、で本当に不思議な魅力にあふれた方でした。でその方が斉藤ひとりさんでした。で私はもうひとりさんの話が大好きになって、毎日毎日話が聞きたくていくぐらい大好きになって、でいろんな話を聞いてるうちに、あ、もうこれはひとりさんに聞くしかないと思って、ずっと自分が今まで思ってたことをひとりさんに聞いてみました。それは、ひとりさん、私ね、幸せになりたいの、豊かになりたいの、お金持ちになりたいんですけど、なれますかねって聞きました。そしたらひとりさんは、なれるよって言ってくれたんですね。はっ、やっぱりこの人その方法を知ってるんだと思ったんですね。じゃあ教えてくださいって言って聞きました。そうしたらひとりさんはこう言ったんです。ただね、まゆみちゃんね、この話を聞いちゃうと二度と不幸になれないんだけど、いいかな。いいじゃないですか。いや全然いいですよ。教えてくださいと言って、その後教えてもらったのがここからの話です。じゃあ分かった、教えてあげるね。じゃあまゆみちゃん、ついてるって言ってごらん。ついてるですか。ついてる、ついてる、ついてる。もうちょっと言った方がいいかな。ん、大丈夫だよ。はい、 OK。 じゃあ次ね、ついてない時についてるっていう訓練していこうか。何のことか分かりませんでした。だってね、ついてない時はついてないとかっていうのは当たり前じゃないですか。何のことかわからない顔をしている私にひとりさんは、あ、わかった、じゃあ例題を挙げてあげようねと言って教えてくれました。まず一つ目がこれでした。まゆみちゃん、バンって転んじゃうとするよね。そうすると、あいたたた、もうなんだよ、ついてないな、嫌になっちゃうなって口に出して言っちゃうよね、大抵。それを心の中で
どんなことを思ってても構わないから、口に出す言葉はこうやって言うんだよ。ああ、骨まで折れないでよかった。ついてる、ついてる、ついてる、ついてる。はい、まゆみちゃん言ってみて、同じようにと言われて、同じように言いました。何なんだろうこれと思っていたら、ひとりさんは、これはね、いつでもどんな時でも周りの人が聞いてて気持ちよくなったり幸せになったり楽しい気持ちになったり、そういういい言葉だけをとにかく常に言っている、そういう訓練なんだよと言いました。へえ。で、これをやり続けるとね、まゆみちゃんね、どうなるかっていうと、神様から大きい大きいプレゼントをねもらうことができるんだよと教えてくれました。で、今日はですね、せっかくですから皆さんと一緒にそのひとりさんがしてくれたレッスンを一緒にやりたいと思うんですけど、一緒にやってもらえますか。はい。で、私がこう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 っていうのを言いますから、皆さんは自分がそうなったと思って聞いててください。で、私がせーのって言ったら、ついてるついてるついてると一緒に言っていただけますか。お願いします。では、歩いてました。そうしたらポタッ、頭に鳩の糞が落ちました。あ、汚い、何なの、もう嫌になっちゃう、ついてないっていうのを言う代わりにぐっと飲み込んでこう言います。あー、岩石でなくてよかった、ついてる、せーの、ついてるついてるついてる。そして次ですね、これもよくあるかと思います。朝ガーって走ってきました。あ、バス行っちゃった、もうなんだよこんな走ったのにっていうぐらい走っちゃって、はあ、もう朝からついてないじゃないのって口に出して言っちゃうのをぐっと飲み込んでこう言います。ああ、朝からいい運動になっちゃった、ついてる、せーの、ついてるついてるついてる。そして次、これもよくあるかと思います。あ、お財布落としちゃった、なんかなくしちゃった、もうお財布なくしちゃって、あの中にもう今月の全財産入ってたのに、どうすんのよ、もうね本当についてないじゃないって口に出しちゃうのをぐっと飲み込んでこう言います。あー、命まで落とさないでよかった、ついてる、せーの、ついてるついてるついてる。とここまでしてもらった時に、私の中にふと一つ疑問が浮かびました。でもね、ひとりさんね、この世の中って毎日生きてるといろんなことが起きる中で、このことのどこがついてるのかとか、とっても思えないようなこととかって起きるよね、そういう時ってどうしたらいいのかなって聞くと、ひとりさんはもうその聞かれることが分かってたかのように微笑んでこう教えてくれました。大丈夫だよまゆみちゃん、そういう時はねこういうの、想像もできないぐらいついてる、せーの、ついてるついてるついてる。と私はここまで教わって、その OL の時からこのことをやり始めました。そうすると、神様からのプレゼント、素敵なことがどんどん起こり始めました。まずは会社の上司や同僚や後輩や先輩、その人たちからのデートのお誘いがなんと7倍になりました。微妙ですか？いいんです、7倍で。でも本当にね、嬉しかったです。そしてあとは、今私は京都でひとりさんのお仕事をさせていただいてるんですけれど、会社を辞める時もみんなから、まゆみちゃんだったらうまくいくよ、頑張ってやんなねって言って、本当に温かく送り出してもらいました。毎日も本当に神様からの小さなたくさんのプレゼントをいただいてましたが、本当の神様からのプレゼントはこんなもんじゃなかったんです。で、今私はずっとこのことをやり続けていて、神様から大きい大きいプレゼントをいただきました。それは、今ですね、京都で仕事をして、おかげさまで毎年高額納税者で名前が載るぐらいにまでなりました。本当にありがとうございます。で、言わないと見えないようなので、言わさせていただいてるんですが、京都って1000年の歴史があるので、本当にこう
お茶のお家元さんとかで何十万人とか何百万人いらっしゃる方がいるんですけれど、自分で納税の発表とか見に行くと、こういう紙に一緒に自分の名前が載ってるのを見たときは、一番自分がもう本当に鳥肌が立つぐらい驚きました。それぐらい大きいプレゼントをいただきました。で、実はですね、本当はもう皆さんも神様から大きい大きいプレゼントをいただく下準備はもうバッチリできてます。おめでとうございます。で、このことなんですけど、私は大きいプレゼントをもらったのは、これは私だけに起きた奇跡じゃありません。本当は神様は皆さんのところにも届けようと思って今待ってるんですね。わかると思いますが、ここの中ではない、外出た時もしかすると頭にポタッと鳩の糞が落ちてくるかもしれません。バンって転んで鼻血出ちゃうぐらい転んじゃうことあるかもしれません。その時に、ああ嫌になっちゃう、ついてないっていうのをぐっと飲み込んで、ついてるって言ってください。そうすると本当に皆さんも神様からの大きい大きいプレゼントが本当にたくさん届きます。神様待ってますから、私もこれからも神様からの大きい大きいプレゼントをいただき続けていきます。皆様もたくさん神様からのプレゼントをいっぱいいっぱいもらい続けていってください。本日はありがとうございました。宮本先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして、宇野信幸先生です。宇野先生は丸勘では神様仏様宇野様と言われるくらい温和で心優しい方です。講演のタイトルは大安人です。宇野先生お願いいたします。こんにちは、ドキドキしてるんですよ私も最近プレゼントがもらいまして、それは夢という形で私は受け取りました。今日は夢の話をしたいなと思って、しますので、よろしくお願いします。夢の中で私の隣にある男性が立っているんです。で、あれ顔を見るとなんとヨン様ヨン様が立っているんです。で、なんで立ってるのかなと思って、そうするとすごい足音が聞こえるんです。で、足音の方を見るとなんと私とヨン様をめがけて千人の女性が走ってくるんです。ドド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 ド。私も男ですから、ね、わあ私のところに来るのかなと思ったんですけど、ドド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 ドとヨン様の方に、999人、私の前には女性が一人、まあ、男性ならね、分かっていただけると思うんですけど、まあ、文句言いますよね。同じ男なのにとかね、ついてるものも一緒だろうとか、まあ足の長さもね、まあ、20センチぐらいしか違わないんですけど、ブツ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 文句を言っていました。そうすると天がパッと明るくなって、なんと天使が降りてきたんです。パタ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 。その天使の顔を見ると、あ、ひとりさんだでもね、その時笑ってしまったんですよ。顔はひとりさんなんですけど、体が赤ちゃん体型の天使なんですよ。それも顔が1の体が1、二等身天使って言うんですかうわ、ちょっと重たそうだなと思ったんですけど、パタパタパタ、私の目の前まで飛んできて、いつもの優しい声で、
のぶちゃんよ、わかるよ、のぶちゃんの気持ちはよ、そりゃさ、もうちょっと来ると思ったよな。でもさ、行っちゃったんだからさ、しょうがないわな。うん、ヨン様の方向いてブツ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 言うよりも、まずさ、のぶちゃんがやらなきゃなんないのは、目の前に立ってくれた女性に、私を選んでくれてありがとうございますって言わないと、目の前の女性もいなくなっちゃうよな。あ、ひとりさん天使ありがとうございますって言うと、ひとりさん天使は、じゃあまた来るよ、パタ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 と天に帰っていきました。あの、これくれぐれも私の夢ですので。場面は変わります。運転してまして、赤信号を見てイライラしてるんです。で、青に変わってスタートすると、また1個目の信号で赤信号で止まる。またイライラしてる。その時また天がパッと明るくなって、ひとりさん天使がパタ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 と私の目の前まで来て、のぶちゃんよ、そんなに赤信号ばっか見てても青に変わんないよ。それよりさ、ちょっと目線変えてみな。ほら、信号機ばっか見てないで、もっと下の方見てみな。ほら、もっと下、もっと下。ほら、横断歩道に、のぶちゃんの好きなミニスカートの女の子が歩いてるだろう。ほら、歩道見てみな。花壇きれいだよ。な、同じ時間、同じ場所、目線を変えると、自分が楽しめるものっていっぱいあるよな。あ、ひとりさん天使、またまたありがとうございますって言うと、ひとりさん天使は、また来るよ、じゃあね、パタ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 と天に帰っていきました。パッとその時目覚めたんです。ああ、またいいプレゼントをいただいて、夢の中も起きている時もいつもいつも助けていただいてありがたいなと思っていました。私がひとりさんと初めて出会った頃は、両親の豆腐屋を手伝っておりました。色は白なんですけど、当時は白衣、ズボンはジャージですね。長靴を履いて、花江ちゃんのやっていたトムソーヤという喫茶店にひとりさんが来てるっていうと、まあ、お店のね、原付バイクでブーッと出かけてって話を聞いていたと。で、初めに教わったのが、顔にツヤ。でもね、その当時クリームすら顔につけたことがないんですよ。そういう男ですから、うちに帰ってこうやってうちの中見渡して、おふくろの使っていたこのピンク色のね、桃の花っていうクリームをちょっとつけてね、ツヤ出してみたり、その次は光物つけるんだよ。その当時は光物はつけたことがございませんでした。恥ずかしい恥ずかしい、本当に米粒だよ。光物つけて恥ずかしいんです。豆腐屋の白衣の上からつけてました。お客さんが来るとね、隠してみたりして。でも素敵な仲間が周りにいましたんで、今度これつけたら、今度これいいよ、今度これどうだい、だんだん言ってた時に、今は、こういう形になっております。とても一人ではここまで来れませんでした。いつもいつも仲間が助けてくれました。ツヤの時もキラキラの時も、今日足んないよ、どうしたの、今日ツヤいいね、あ、その光物いいね、今日つけ忘れてるよ、いつもいつも励ましてくれました。本当にありがたいです。そして2ヶ月ぐらい顔にツヤキラキラをつけた時に、2ヶ月経ったら親父からもらっている給料が
1万円上がったんです。で、親父に聞いてみました。どうしたの、1万円上がってるよって言うと、親父は豆腐屋の売り上げ上がったんだよってで、いくら上がったのって聞いたら、ニヤッとしてね、何にも言ってくれなかったんですけど、まあ、その週末、親父とおふくろは温泉旅行に行きました。これからね、数々夢を見ると思います。その夢の中で、パタパタパタ、パタパタパタと音が聞こえたら、多分それは一人三天使です。楽しみにしててください。今日は本当にありがとうございました。宇野先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして、小俣和美先生です。小俣先生は斉藤ひとりのあっと驚く幸せのコツをはじめ5冊の本を出版されています。そして今、幸せ78というラジオ番組のパーソナリティも務めていらっしゃいます。元気いっぱいに活躍中の小俣先生の講演のタイトルは幸せのコツです。小俣先生、よろしくお願いいたします。温かいご声援ありがとうございます。こんにちは、小俣和美です。カンタと次郎の母でございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、ひとりさんからいっぱいいろいろ教えていただいた中で、とても簡単なお話を一つさせていただきます。ちょうど出会った20年前にあったエピソードを一つお話しします。よろしくお願いいたします。私の父はですね、戦争を体験しておりますので、まあ、あの時代はみんな結構どこの親たちも厳しかったです。私の父も非常に優しくて厳しい人でした。ほとんどですね、まあ、口から出るのは小言、文句、それから手は殴るためにあるように、毎日のように殴られておりました。お前ほどバカなやつを見たことはないとか、常にそれしかなかったので、私はなんか私ほどバカな子はこの世にいないのかな、もうかなりコンプレックスがあって、そんな私が大人になりました。で、ちょうどあの時代はですね、やはり皆さんもそうだったかもしれません。自分の幸せより周りの人を先に幸せにするんだよって言われてきました。ということは、私は毎日殴られてるし、私の幸せはないんだってちょっと諦めていました。そうしたらですね、斉藤ひとりさんに出会いました。20年前、お弟子さんたちとドライブに車で出かけておりました。その時ですね、なんかちょっと緊急の連絡が入ったんですね。で、どうもこう見てるとなんか問題が起こったみたい。きっと工場でなんか、ミスかなんかあったのかな。で、大丈夫ですかって言ったら、ひとりさんは車にお座りになってますので、まずベルトを緩めました。そして普通だったらね、全く本社はしょうがないとか、工場はどうのこうのとか、ちょっと愚痴とか文句とか不平とか出ちゃうところ、ひとりさんは、幸せだなっておっしゃったんです。で、私はね、なんかちょっとこの人変とか、ちょっとかなりびっくりしたんです。で、たまたまかな、今日たまたまこういうことをなんか言っちゃったのかなと思ったら、いつでもそうだったんです。もう本当にどんなことがあってもベルトを緩めて、幸せだなっておっしゃるんです。で、私たちって本当にこう
常に何かがないと幸せじゃない。例えば、お給料が安いから幸せじゃないのよとか、それからお家がないからとか、私まだ結婚してないから幸せじゃないのよとか、必ず何かや誰かと比べて幸せをいろいろ言うことありますよね。でもひとりさんが教えてくださったのは、今ですよ。自分で幸せって思うこと、そして幸せだと言い続けることが大切だということを私は教えていただきました。私も最初は本当に探さないと言えません。よっぽど美味しいもの食べた時とか、たまにしか言えなくて、これをまず言おうと、幸せって言うだけでいいんです。それで、ひとりさんを見習ってやろうということになって、だんだん1個か2個、例えば私今朝目が開きました、5時45分でした。ああ幸せだな、今日名古屋だなって思ってワクワクして新幹線乗りました。富士山が見えたんですね。今日はあいにく雲がかかってましたけど、とても美しい姿を見せてくれました。思わず車中で、ああ幸せだなって言いました。もちろんベルトを緩めてですよ。隣がびっくりして起きてしまいましたが。で、そんなことをやっているうちに、なんかね、幸せなことが起こった時だけじゃなくても、ひとりさんのようになんか、ついてないなとか、トラブルが起こった時でも、もう真っ先に、ああ幸せだな、こんなのが来ちゃって幸せだなっていうふうにだんだんなりました。で、幸せだって言ってることで、幸せと本当にだんだん自分が思えるようになり、先ほど言いました、どう考えてもこれが幸せって思えないようなことでも幸せって言い切れるようになりました。で、私も、ひとりさんと一緒にお仕事をさせていただいて、ひとりさんが納税日本一になった時、私もおかげさまで全国で91番というそんな位置につけさせていただくことができました。ありがとうございます。それでずっとずっといつも幸せ幸せって言ってたら、私先々月でしたっけ、名古屋ドームでスマップのコンサートに来たんですね。でキムタクのファンなもんですから、私は勝手に、彼と納税の競争をしておりまして、今のところです、ずっと十何年間、キムちゃんには勝たせていただいております。ありがとうございます。私は今日皆さんに会えて世界一幸せです。本日はありがとうございました。小俣先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして柴村恵美子先生です。柴村先生は斉藤ひとりさんの一番弟子で、斉藤ひとりの不思議な魅力論、斉藤ひとりの不思議な幸せ法則の著者でもあります。かっこよくて魅力的で超セレブな柴村先生の講演のタイトルは不思議な魅力論です。柴村先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。柴村恵美子でございます。今日は不思議な魅力の話をさせていただきます。私も、本を出しまして、最近あちらこちらで講演を頼まれるようになりまして、行きましたら、ひとりさんの魅力ってどういうところですかとよく聞かれるようになりました。で、私も30年ひとりさんと、知り合っておりますから、ずっとこう見ておりましたら、ははーん、ここがちょっと普通の人と違うひとりさんの魅力だなというところを発見したんです。皆さん聞きたいですか？はい。それでは話しさせていただきます。
私が18歳の時にひとりさんと専門学校で会いました。入学式のその日、偶然にもひとりさんは私の後ろに座っておりました。今のように顔も髪の毛もツヤツヤ、そして華やかな色の服を着て、とても素敵な感じの方でした。そんなひとりさんがお昼休みですね、私に一番最初に話しかけた言葉が、あなたとは長くなりますね。私は専門学校ですから2年ですよねとこう言いましたら、いいえ、一生のお付き合いになりますよ。私はなぜそれがわかるんですかと聞きましたら、ひとりさんはニコッと笑って、前世からのお約束なんですよ。もう私は頭の中が何のこっちゃと思いました。不思議な変な人と思ったんですね。で、そして今30年も付き合っております。もう私はこれから一生ひとりさんと付き合っていくと確信しておりますから、ズバリ当たったわけなんです。そしてひとりさんの魅力の話に移りますけれども、学生時代ひとりさんと私はよくお食事に行きました。ラーメン屋さんの時もあります。本にもよく出てくるアジの開きの定食、定食屋さんとかですね、それからレストランとか行っておりました。そんな時ですね、お水を持ってくるウェイトレスさん、そういう人にひとりさんはありがとうとか、おいしいですねとか言うんです。ご飯を食べてお会計をする時も、とてもおいしかったですよとか言うんです。非常にその頃そのようなことを言う人は少なかったので、私はひとりさんって随分丁寧な方だなと思っていたんです。そんな感じでいましたら、ある日ひとりさんとドライブに行きました。高速道路で切符を売ってる方に、どうもご苦労様、ありがとうございますって言うんですよ。ひとりさんが暑い時なんかは、暑いのにご苦労様ですねって言うんです。まあ今だったらそんなことはないと思うんですけれども、昔は結構切符を渡す人ももらう方もブスッとしてる方が多かったと思うんですね。そんな中でもひとりさんは笑顔でご苦労様ありがとうを言っていました。相手の人もイエーって笑顔が返ってきました。そして高速道路で乗りましたらトイレに行きます。そこでお掃除をしている方に、いつもきれいにしてくれてありがとうございます、おかげでとても楽しい旅ができますよってひとりさんが言うと、そのお掃除をしている方たちも、いえ、素敵な旅を続けてくださいという笑顔が返ってきます。最近ずっとひとりさんを見ていまして、周りの方も、昔からひとりさんってああいう感じですかって一番聞かれるんですね。最近ひとりさんって本当に昔からそうなんです。今ほど昔はお金持ってなかったんですけれども、持ってない時も優しかったんです。目の前の人に優しい感謝の言葉をですね、いつも、かけておりました。よくお金がないとね、私聞いたことがあるんですけれども、お金がないといじけちゃうっていう人や、お金を持っちゃうとえばっちゃったりね、態度が横柄になっちゃうっていう人がいる中で、ひとりさんってそういうことを全くしない方だったんです。私はひとりさんのそういうところにまたすごい魅力を感じました。よく見てみると、ひとりさんの歩いたところには笑顔の花がいつも咲いていました。私はそんなひとりさんを見て、ああ、そういうところは見習っていこう
って思っていました。そんなある日、ひとりさんがスポーツカーのポルシェを買ったと聞きまして、ポルシェとはね、すごいスピードが出る車なんです。私も若い頃は結構スピード狂で、ああもう高速にね乗ってすっ飛ばしたら気分がいいだろうなと思って、ひとりさんに乗せてもらうことになりました。ひとりさんにポルシェに乗ったその車はですね、まず高速道路に乗る前にバスの後ろを走ってました。で、停留所でバスが止まると、なぜかそのポルシェも一緒に止まってました。結局バスに乗ってる人と同じ速度で走ってたんですね。変に思った私は、ひとりさん、なんで抜かさないのって聞いたら、いや急ぐ旅でもないしね、ゆっくり行った方が楽しいからって気楽な感じなんです。私はそうか、でも高速に乗ったらきっとすっ飛ばしてくれるんではないかなと期待を込めてですね、高速通りに乗りました。乗ったらひとりさんは相変わらずマイペースで走ってるんです。で、後ろからトラックがやってきました。ここは抜くんじゃないかな、皆さんもそう思いますよね、せっかく速い車に乗ってるんですから。そうするとひとりさんはスーッと左の2車線に避けて、お先にどうぞっていう感じで車を行かせてしまうんです。あら、今抜かし時だったよなと思いながら、また車が来るとどうぞと避けます。私は聞きました、ひとりさんに。ひとりさん、今行き時だったのになぜこっちへどけちゃったの？聞いたらですね、なんとひとりさんは、だって俺たちは遊びでね車乗ってるけど、トラックの人たちは仕事してるんだよね、だから仕事が最優先だよ。だったらね、別にスポーツカーじゃなくてもねいいんじゃないのって皆さんも思いますでしょ。私もはっきり言って思いました。でもそんなこと気にせず、ひとりさんは楽しそうに運転してます。そんなこんなでドライブして帰る頃には渋滞に巻き込まれました。ああ、私もちょっと疲れたななんて思っていましたら、ひとりさんもちょっと疲れた様子だったので、ああってため息のような言葉をついたので、ひとりさんもねため息つくことあるんだなと思っていたらですよ、その後です。ああ幸せだな。さらにもう一つ、ああ楽しいね、そういうふうに言ったひとりさんを見て、私もおかしくなってしまいました。そして疲れがすっ飛んでしまいました。ひとりさんって本当に会う人に笑顔の花を咲かせます。そして幸せの配達人なんじゃないかな、たくさんの人に幸せをお届けする配達人なんだなって思いました。私もそんなひとりさんを見習って、笑顔で愛の花を咲かせるように頑張っていましたら、今私の周りにたくさんの素敵な仲間が集まってきてくれました。今私は本当にそういう皆さんに出会えてとってもハッピーで幸せです。今日はこんな素敵な笑顔いっぱいの皆さんに出会えて世界一幸せです。ありがとうございました。島村先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。続きましてみっちゃん先生です。みっちゃん先生はいつも明るくて素敵な笑顔で、会う人の心を本当に幸せにしてくれます。斉藤ひとりとみっちゃん先生がゆくの著者でもあります。講演のタイトルはひとりさんとみっちゃん先生の不思議な話です。みっちゃん先生よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。みっちゃん先生です。
私は他の10人のお弟子さんの中で一番の自慢とできることは、私が小さい時、本当によちよち歩きの時からひとりさんとは知ってたってことが唯一の自慢で、自慢っていうのはそれだけなんですね。それで、ひとりさんとはいつも、会う時にもいつも優しくて、なんていうんですか、ほっとさせる素敵な人だったんですね。それでいつも褒められてたっていうことが唯一の私の、励みでした。で、私はひとりさんの仕事を今させていただいてますけれど、なんといってもね、どんな仕事でもよかったということで、ひとりさんのそばにいられたらどんな内容の仕事でもいいなと思ってついてきましたから、今嬉しいです。で、今やってる仕事はね、本当に楽しいですけれど、なぜひとりさんといるといいかというとですね、本当に気持ちが楽になって、安心できるっていうことが一つなんですけれど、その他一緒にいると不思議なことがたくさん起きます。その不思議な、ことの中から私なりにいろんなシリーズがあるんですけれど、今日はね、お墓の話というのをさせていただきます。よろしくお願いいたします。今からですね、20年前にうちにとって大変な事件が起きたんですね。それはうちの父がですね、急に息が苦しくなって、突然、苦しがって救急車を呼ばないといけないということになって、救急車は間に合わないから、とりあえず自動車で病院に連れて行ったんですね。そして息がつけない、呼吸困難というのになってしまったんです。で、まだひとりさんの仕事をしてなかったんですけど、ひとりさんにお父さんがこういう状態なんですけど、なんでだろうって聞いたんですね。そうしたら、ひとりさんって不思議な人ですから、私の顔をじーっと見て、みっちゃんの家のお墓のそばに大きな木があるだろうって言うんです。あ、それで私も田舎のことを思い出したら、本当に木があったんですね。それでその後、そのひとりさんがそのお墓の木の根っこが骨がめのところを取り巻いてて締め上げているから、それで苦しがってるんだよって教えてくれたんですね。で、もしそうだとしたら掘り返して根を切らないといけないよって言ってくれたんです。で、私も父にはまだ長生きしていただきたかったので、シャベルとノコギリを持って田舎に出かけました。で、私には兄がいたんですけれど、兄は小さい時亡くなって、そうですね、10日ぐらいで亡くなったんですね。で、要は普通お墓には墓石ってあるんですけれど、うちは両親まだ若かったので墓石がなくって、土の中に骨亀だけを入れていたんです。埋めていたんですね。その、埋めておいて、要は私はそれを深く掘り出しました。そしたらその小さな骨亀がね、出てきたんですけれど、そのやっぱりひとりさんが言ってたように、その骨亀の周りをこう絡んでて締め上げるように縛り付けてたんですね。で、それをね、外したんです。そうしたら本当に嘘のように父が良くなったんですね。ありがとうございます。そんで、私はね、本当にその時に世の中ってね、不思議なことがあるんだなと思ったんですね。で、お墓の話ってこれだけなんですけれど、まだね、いろいろあるんですけれど、機会がありましたら一つずつお話しさせていただきます。今日は私の体験した本当の出来事だったので話させていただきました。またこういう機会がありましたらよろしくお願いいたします。今日はこんないい機会を作っていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。みっちゃん先生、ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして、足川雅夫先生です。足川先生はいつお会いしても元気パワーがあふれています。出会う人々みんなの心を一瞬にして幸せな気持ちにさせてくれる、とても人情あふれる優しい先生です。講演のタイトルは9月27日発売の本と同じ、無敵の人生です。足川先生、お願いいたします。感謝します。
ただいまご紹介いただきました足川でございます。皆様から見て幸せそうなおじさんが出てまいりました。ご想像の通り私は幸せでございます。この幸せも斉藤ひとりさんと出会ってからの幸せでございます。私の過去というのは恨みつらみ妬み、そのあらゆる数々の中からこの斉藤ひとりさんに巡り合ってこんなに幸せに、この体験談を皆さんに聞いていただこうと思います。よろしくお願いします。実は私は静岡県の伊豆の旅館の息子として生まれました。とても幸せな出発点です。でも私が3歳の時に父を死なせました。次の日からその旅館で母親と兄、私、弟は巷に放り出せ、一銭のお金ももらわずに巷に放り出されました。母は明日の糧として住み込みでお勤め、兄は別の親戚、私と弟は別の親戚に預けられました。弟は0歳の時から小児麻痺です。その親戚にいじめられました。近所の子供にもいじめられました。本当なら母のたもとで泣くべきが、泣くところがありません。じっと我慢の子でした。やがて小学校6年生になった時に東京のお店に預けられました。手のいいでっちどんです。主人からもいじめられました。同僚からもいじめられました。どうすることもできない、毎日毎日が夜布団をかぶって泣くのが精一杯でございます。でもなんとか家を建てなきゃなんない。一生懸命努力した結果小さい家を建てました。ああこれで幸せだ、そう思った矢先、弟がその家を火の不始末で全焼しました。はあ、病院に駆けつけた時弟は本当に大やけどでした。兄ちゃんごめん、兄ちゃんごめん、ただそれだけを叫ぶだけです。じっと手を握って大丈夫だよ、一から出直そう、そういうような言葉しか出ません。やがて伊豆で菓子屋を作りました。そのお菓子屋も本当に血を這うような努力、あるいは頑張り、辛抱、やがて伊豆一番のお菓子屋をやっと作りました。ああこれで人生幸せになるな、ああこれでよかったと思った矢先でございます。私の大事な娘が大病を患いました。神様っているんだろうか、仏様は守ってくれるんだろうか、そう思いながらもこの娘の病気のことで一生懸命なんとか頑張って立ち直ってほしい、そういう思いで元気を娘に与えるのが精一杯でございます。ああよかったなと思った矢先でございます。お菓子屋も共同経営でやってたその友達に裏切られて捕らえてしまいました。ああ人情って何にもないな、そう思いながらもうやだ、こんな人間の世界やだと思いながら、なけなしの金を手にして東京に出てきました。さあここからが私の人生の起点でございます。実は東京の下町に小さい喫茶店を作りました。
皆様ご存知の日本で一番暇な喫茶店でございます。この喫茶店をある日突然この喫茶店で奇跡が起こりました。それは斉藤ひとりさんが訪ねてくれました。もちろん家庭訪問じゃないですよ。お茶を飲みに来てくれたんです。私もこの過去の暗いお話をしました。ひとりさんは、まさちゃん苦労したね、もうその苦労をやめな、え、私が望んで苦労してるんじゃないのに。苦労をやめることができるんですか。うん、僕は幸せになる方法を知ってるから教えてあげるよ。え、方法なんかあったんですか。明日教えるよ。今日教えてくださいよ。ひとりさんは次の日来て、まさちゃん、昨日の約束通り教えるよ、言ってくれました。待ってました。まずまさちゃん、二つの約束をしな。二つ、こんなに苦労してるんだけど二つぐらい簡単だと。何でしょう。これはね、まず一つは顔に艶を出しな。え、幸せと顔に艶どういう関係。まさちゃんね、成功してる人は全員が顔に艶があるよ。それから服装なんだよ。まさちゃんの顔を見てくれ。慌てて鏡を見ました。縦じわ、横じわ、斜めじわ、シワは全部私にいただきました。おまけにこの顔に乾燥芋のように粉が吹いてました。ああ、これだな。その次何でしょう。その次に言葉だよ。言霊といってね、天国言葉を話しな。ついてる幸せ、ああ嬉しい、楽しい、うん、今までなかったことだ、よしやってみよう。その結果が私の幸せをもたらしてくれました。これを やり続けたのが今日でございます。最後になります。私はこれだけ皆さんにお伝えしたいと思います。ひとりさんに私はこういう教えを受けました。まさちゃん、俺も未熟者、まさちゃんも未熟者、人はみんな未熟だよ。生きているということは修行だよ。え、この年でまだ修行があるの。何の修行ですか。無敵の人生を目指す修行だよ。は？よく聞くんだよ。は、はい。ひとりさんのお話です。聞いてください。まさちゃん、いつも笑顔でいるんだよ。何でもいい光るものを身につけて、いつも笑顔でいようよ。人は誰もが太陽なんだよ。自分で輝くことができるんだよ。光るものを身につけて、いつもそのことを忘れずにいようよ。太陽のようにいつも明るく輝いていようよ。そして愛のある言葉を話すんだよ。そしたら会う人会う人がみんな味方になってくれるよ。無敵というのは誰にも負けないということじゃないよ。敵がいないということだよ。敵が一人もいなければそれだけでこの世は天国だよね。笑って無敵の人生を歩こうよ。ひとりさん、ありがとうございます。私は今年で70歳になります。まだまだ無敵の人生の修行中でございます。これからもあとどれだけ素敵な心の修行ができるか、今からワクワクです。皆さん、私と一緒に無敵の人生を歩いてみませんか。本日はありがとうございます。芦川先生、ありがとうございました。
もう一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして遠藤忠雄先生です。遠藤先生はどんな頼み事をしても二つ返事で引き受けてくださる頼もしい丸カンのお兄さんです。講演のタイトルは言霊の魔法です。遠藤先生お願いいたします。皆さんこんにちは。遠藤忠雄です。本日の私の話はたった一言で私の人生が変わってしまったという実際に私に起こった話、言霊の魔法、聞いてください。よろしくお願いします。私とひとりさんは今から20年前、花江社長がやっていたトムソーヤという喫茶店で出会いました。出会った当時、私は一つ悩みを抱えていました。そしてその悩みをひとりさんに聞いてもらおう、ひとりさんだったらその悩み、私のこの悩みを解決してくれるんじゃないかなと思って打ち明けました。ひとりさん、私は今悩みがあります、聞いてくれますか、というとひとりさんはいいよ、忠雄ちゃん話してごらんと優しく言ってくれました。私は今そこの自動車教習所に指導員として勤めてるんですね。その教習所は指導員が100人いるんですけど、その100人のうち一人さん、たった一人なんですけど私のことを嫌ってる人がいるんですよ。100人のうち一人だったらいいじゃないかって一人さんは思いますよね。でも実はそうじゃないんです。100人のうちそのたった一人というのが私の上司なんです。上司だとなぜ悪いかっていうと、実は今私は自動二輪を教える資格があるのにもかかわらず嫌われているから教えさせてもらってないんです。また学科を教える資格があるのにもかかわらず嫌われているから学科も教えることができないんです。それから朝です。朝ってひとりさん一番スタートですから、やっぱり爽やかに気持ちよく仕事したいですよね。その朝、私はその上司に対しておはようございますって挨拶をするんです。そうすると上司は私にこう言います。今からちょっとだけやってみますから、ひとりさん見ててくださいって言って、ひとりさんに見てもらいました。今から実際にやりますから見てください。皆さんも、私が朝教習所に行きます。上司が前から歩いてきました。私は立ち止まって上司の顔を見て笑顔でおはようございますってその上司に言います。そうすると上司は私に向かってこう言います。お、小さな声でおだけです。でも他の指導員が上司に向かっておはようございますって言うと、ひとりさん、その上司はこう言うんですよ。おはよう。これはひどいですよね。私の悩みというのは実は挨拶をしてもらいたいということじゃないんです。今実際に私は二輪を教える、自動二輪を教える資格があるのに嫌われているからやらせてもらってないんです。また学科を教える資格があるのにもかかわらず嫌われているから学科教えられないんです。この悩みどうにか解決できませんかってひとりさんに聞いたら、ひとりさんが私にこう言ってくれました。忠雄ちゃん、解決できるよ。じゃあ今からその解決方法を忠雄ちゃんに教えてあげるから
よく聞くんだよ。これから話す言葉は魔法の言葉だから、忠夫ちゃん覚えていくんだよ。ってひとりさんが言いました。私は、はい、教えてください。って言いました。いいかい、今から言うよ。よく聞いてよ。明日その上司に会ったら、一言笑顔を添えて、感謝してますって、忠夫ちゃん、言ってごらんってひとりさんは、私に優しく言ってくれました。その時私はひとりさんに、こう答えました。ひとりさん、絶対に言えません。私、ひとりさん、申し訳ないんですけど、その上司に、これっぽっちも感謝してません。ですから、ひとりさん、言えません。うちの母親は私にこう言います。心にもないこと言うんじゃないっていつも言いますから、心で思ってませんから、感謝してますってひとりさん言えないんです。って、私が言ったら、ひとりさんは優しくこう言ってくれました。忠夫ちゃん、いいかい？人間、心で思ってから口に出して言うんだとしたら、10年、20年言えないよ。だから、心で思ってなくてもいいから、口に出していいな。って言われたとき、私、はいって言いました。そして、次の日、教習所で言う決心をしました。実際に次の日になったと思って皆さんも聞いてください。朝、上司が前から歩いてきました。私が歩いてきます。立ち止まります。ニコッと笑ってその上司に対して、おはようございます。感謝してます。って言ったんです。そしたら上司が思わずこう言いました。おはよう。私すっごく嬉しくなりました。ああ、教習所に入って初めておはようって言ってもらいました。そしてドラマはその日のお昼休みに起きました。私その上司に指導員室に呼ばれました。遠藤君、君は確か自動二輪教える資格持ってたよねって言うんです。で私はこう言いました。はい、持ってました。そろそろやらないかいって言うんで、やらせていただきますって言いました。そして続けざまにこう言われました。学科も教える資格持ってたよね。そろそろやらないかいって言うんです。私はまた続けてやらせていただきますって言いました。そして指導員室を出るときです。その上司が私にこう言いました。遠藤君、今晩一杯飲みに行かないかい。喜んでと私は二つ返事で飲みに行きました。教習所に入って飲みに連れてってもらったのがその時が初めてでした。私が実際にその上司に対して感謝してますって言いました。でも私のじゃあ心の中はどうだったのかな、その当時どうだったのかなって思いますと、本当にこれっぽっちも感謝の気持ちなんか持ってませんね。嫌がらせをされてる人に感謝なんかしたくないもんね。で思ってもいなかったんです。でも実際に言葉に出た感謝してますということが相手に伝わり、奇跡が起きました。今では私は心から感謝してますという言葉が毎日
出るようになりました。これが私に起きた言霊の魔法っていう話なんです。実はつい先日この話にはびっくりするような後日談がありまして、その後日談をひとりさんに私はつい先日聞かされました。その話を皆さんにこれから聞いていただこうと思います。よろしくお願いします。つい先日のこと、ひとりさんに感謝してますと一言言っただけで、なんであんな奇跡が起きたんでしょうねと私はひとりさんに尋ねました。そしたらひとりさんが私にこう言いました。ただおちゃんは家庭のことや親のこともいろいろあったよね。体も人一倍大きかったし、喧嘩も強かったし、正義感も強かったから人助けもたくさんしたけど、弱い者もいじめちゃったこともあるよね。強い人間ってずっとやられた人の気持ちがわからないんだよ。だけどそこに就職した時に自分の上司がタダオちゃんに意地悪をした時、初めて弱い人間はいじめられた時にこんな気持ちだったんだろうな、全く嫌な上司だなと思うのは人間界の言い方なんだけど、その上司のことをこの人が観音様の化身なんだ、この人が自分に嫌なことをされた人間の気持ちを分からさせてくれたんだ、ああありがたい、この人が観音様だと思ったら、ありがとうございます、感謝してますと自然と出るよねとひとりさんは私に教えてくれました。私は20年経った今、当時の感謝してますというわけが分かりました。そしてこんなに深い意味のある話だとは知らずに話をしていましたが、その訳を知った今、私はこの話がますます好きになりました。今日は私の話を聞いてくださいまして、皆様に心より感謝いたします。ありがとうございました。遠藤先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして、6月に待望の本、誰でも歩けるついてる人生を出版しました千葉純一先生です。いつも明るく元気で人を楽しませるのが大好き、いつも千葉先生のいるところ笑顔と笑い声がいっぱいです。講演のタイトルは誰でも歩けるついてる人生です。千葉先生お願いいたします。改めまして千葉純一です。よろしくお願いします。今もご紹介いただいたんですけどね、本を6月10日に発売させていただきました。もちろんこの本がね出せるようになったのも斉藤ひとりさんと出会ったからなんですけども、私は今からひとりさんと20年前、おおよそ20年前に出会いました。でその時に私はひとりさんにお願いしました。もっと豊かになりたい、もっと幸せになりたい、お金持ちになりたいんです。まあ、今考えるとずうずうしいお願いなんですけど、ひとりさん、うん、わかった。いや、普通わかんないでしょ、こういうお願いっていうの。ね、純ちゃんも頑張んなさい、僕も頑張るからとか、そういうのが普通の答え、うん、わかったって言うんですよ。あら、わかってくれちゃったんだ、みたいな。ただ、純ちゃんいいかいって、もう次にね、早速教えてくれるんですよ。純ちゃんいいかい、今から言う3つのことをやるんだよ。あ、はいはいはい。ツヤとキラキラと天国言葉だよ。何ですか、それ、みたいな。今から一応20年前ですからね。あ、悪かった悪かった。純ちゃんね、今からね、説明するからね、一つずつ。はい。いいかい、まず、顔にツヤ出すんだよ。いいかい、豊かな人、ね、お金持ちの人で、顔がくすぶってる人っていないから、ツヤを出しな。あ、そうか。
ひとりさんね、私結構こう油切ってるからこれでもいいですかね、テカテカしてるんですか、まあ、微妙にツヤとは違うんだけど、まあ、くすぶってるよりはいいから、まあ徐々に教えてからそれでいきなさい。で次にあのキラキラしたものね、ペンダントとかアクセサリーをね、一つか二つつけなって言われた。あ、ひとりさんつけていいんですかって。じゃあ私をジャラジャラつけさせていただきますって、もう大喜びしてたら、ひとりさんにあんまり下品にならないようにって言われたんで、いまだにちょっと微妙な線をこうバーッと走ってるんですけど、あれだね、本当に。で最後ですよ、私の問題は。いいかい、純ちゃん、天国言葉だよ。感謝してます、ありがとう、幸せ、ついてるとか、そういう天国言葉を積極的に使うことと、純ちゃんの場合は丁寧な言葉遣いを心がけるんだよ、言われました。ああそうかと思いました。でですね、この本が出た時もそうです。私岐阜なんですけど、岐阜の事務所にいる時にひとりさんからお電話いただきました。純ちゃん、本の出版おめでとう。ありがとうございます。一回純ちゃん、本の一つも出すと、純ちゃんも世間からね、文化人とか言われたりね、思われたりするから、一回くれぐれも言葉遣いだけは丁寧にするんだよ。あ、20年前に言われてることと一緒だな。はい、わかりました。いいかい、純ちゃん、悔しいことがあってクソ食らえとか言いたくなるようなことがあっても決して言っちゃダメだよ。でもね、どうしても言いたくなったらこう言いな、うんこ召し上がれって丁寧に言うんだよ。丁寧ならいいんだ。ひとりさん、その時ありがとうございました。いや、その時ちょうど私本が出て1週間ぐらいでね、新書を久々に新書を購入させていただきましてですね、まあね、この辺の方ならよくご存知の名神高速をピャーッとね、ご機嫌で飛ばしてたらパチンって言ったんですよ。あ、何この音、嫌じゃない。もうこっからすごいですよ、私の心の中はとっても斎藤ひとりさんの弟子とは思えないような状態に入ってくる。何この音、ちょっと待って、あ、嘘でしょ、まだ俺の車まだ来て1週間なのに、こんなにいっぱい車が走ってんのに、隣の車なんか5年ぐらい経っちゃってそうなのに、嘘で、マジでですか、なんで、よりによって俺の車に狙ったように石が飛んできて、嘘、時間を戻れとかいろんなこと思うんですけど、やっぱり割れてるんですよ。ついてねえなとか心の中で思ってるんですけど、口に出した言葉はついてるです。 ありがとうございます。多少元気ないんですけど、だのね、でもね、間違ってもね、一応ひとりさんの弟子ですから。それにもう一つ言えないわけあるんです。実はこの本もう世の中に出ておりました。私の本38ページです。ひとりさんに言われたことの中には、え、本当？と思うことがたくさんありますが、中でも驚いたのは、本当はどう思っているかなんて関係ない、とにかくいい言葉を口にしな、ということです。普通は違いますよね。口先で言うだけじゃダメ、気持ちが大事なんだって。私もそう言われて育ちました。だったら純ちゃん、試してみるかい。鍋焼きうどんが食べたいと思っている時、うどん屋さんに行ってカレーうどんを頼んでごらん。心で思っていることが通じれば鍋焼きうどんが出てくるよね。どっちが出てくるか実験してごらん。当然カレーうどんですよね。ですから、どんなことがあってもついてるです。で、まあ、心はそれでどうにか落ち着けたんですけど、もう頭にカーチが上って、あ、前このね、石飛ばしたのは前を走ってるトラックって明らかなんですよ。もう前に回り込んで一言文句を言いたい、カーッとしてるんですけど、私怒れないわけがあるんです。そうです、皆さん、この本出てました。大体私この本にそぐって生きておりますので、私の本110ページです。なんといってもひとりさんの弟子になったのは、かっこいい車に乗りたいと思ったから。かっこいい車は私の夢でもあります。いよいよ車を買おうと思った時、ひとりさんから言われたことがあります。純ちゃん、外車を買ってもいいけど、外車に乗るならぶつけられたぐらいで怒っちゃいけないよ。怒るぐらいなら電車にしなよ。私、名神高速道路を電車で走りたくはないと思いました。皆さんもね、日々生きてるとついてねえなとか、ついてないわとかね、いっぱい言いたくなるようなことがあると思うんですけど、ぜひ今日のこの話を思い出して、絞り出すようについてると言ってみてください。本日はありがとうございました。
はい、千葉先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。後半のトップバッターは増岡花江先生です。花江先生はご存知、斉藤ひとり15分間ハッピーラッキーの著者で、いつもキラキラと輝いて男女を問わず憧れる人が多い、とっても素敵な女性です。本日の講演のタイトルはつや子の法則です。花江先生よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは、はい。改めまして増岡花江です。はい、ありがとうございます。私もおかげさまで5月に本を出させていただきまして、今日はですね、この本の中から言葉の話を一つ、したいと思いますので、よろしくお願いいたします。先ほどから何度かみんなの話の中にね、天国言葉っていうのが出てきたんですけれども、その言葉の話をしますね。ひとりさんから教わった、ことなんですね。自分も周りの人も気持ちが明るくなる、楽しくなる、気分のいい、そういう言葉を、使うんだよって教わったんですね。で、具体的に、どういう言葉かと言いますと、私の本49ページ開かさせていただきます。天国言葉、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。これ以外にもですね、お花が綺麗ねとか、お母さんのご飯おいしいよとか、そういう言葉ももちろん入ります。じゃあ逆にどういう言葉を使ってはいけないかというと、地獄言葉と言います。ついてない、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、心配事、許せない、こういう言葉を地獄言葉と言います。皆さんも自分がうまくいってない時、そういう時は地獄言葉が多かったんではないかと思うんですね。で、思ってなくてもいいんですね。天国言葉を言いましょう。心の中が地獄言葉で充満してても、もう頑張って頑張って天国言葉を言いましょうねっていうことです。で、こういう話をいろんな寺子屋でお話しさせていただいてるんですけど、先日も去年の暮れですね、宮城県で寺子屋がありました。そして今の天国言葉の話をしました。そして無事に終わったんですね。で、じゃあ二次会行きましょうっていう話になって、そしたらそこにいたある男性がこういうふうに言ったんです。その方は石橋くんという方なんですけれども、これからお酒を飲みに行く席なのに自分は車で来ちゃいましたって言ったんですよ。で、私的に言うと、あ、ちょっと愚痴っぽいなって思ったんですね。で、まあでもね、さっきね、初めて聞いたばっかりの話だからしょうがないかなと思って、まあ、明るい答えを期待してですね、ああ、じゃあいつもはお酒飲むんだねって聞いたんです。そしたら石橋くんが、いいえ、肝臓が悪くて飲めないんです。で、その後、食べ物も止められてるんですよって言ったんですね。で、ああ、私はちょっと殺気を感じました。多分この人多いんじゃないかな、愚痴とか多いかなと思って、その方からね、逃げようと思いまして、早歩きで先に二次会の会場にいそいそと行きました。そうこうしているうちにお店に着いて、で、後からある男性が来て私の隣の席に座ったんです。で、その方は石橋くんでした。はい、お決まりですね。ああ、逃げたのに隣に来たってことは、神様レッスン1なんだなと思いました。で、みんな盛り上がってて、で、自己紹介が一人ずつ始まったんですね。で、みんな明るい話題で自分の紹介してったんですよ。で、最後に石橋くんの番になったんです。で、彼はスクッと立ってこう言いました。自分は肝臓が悪いんです、食べ物止められてるんですよ、
もちろんお酒も飲めないんです。難病なんです。膠原病なんですよ。目の手術も15回しまして、それでも治らずに本当に辛くって、死のうと考えたこともありまして、でまだ続きそうだったんですね。で私はストップストップ、石橋くんストップ止めました。で石橋くん、さっきの私の言葉の話聞いてた？って聞いたんです。はい、聞いてました。えと思ったんですけど、石橋くんね、今あなたが言った言葉ごめんねって、全部私的に言うと地獄言葉なんだよねっていうのは、まあ、具合悪いっていうのは事実だとしても、最後にさ、でもみんなといたらね楽しいですとか、そういうこと言ってほしかったな、ね、あなたがずっとねどんなに具合悪いかって話を聞いてて、ここの人たち気分いいと思うかなって聞いたんですね。でそれでその時私の、ね、心の中にふっとあることが思い浮かんだんです。何かと言いますと、この本の後ろにひとりさんがお話ししている講演の CD がついてるんですよ。でその CD の中でひとりさんがこういうふうに言ってるんです。うまくいかない人、具合の悪い人、何か許せないんだよ。そしてもしかしたら自分のことが許せないんだよ。でもね、大丈夫、思ってなくていいから自分を許しますって、いいなって、言えなかったら何度でも言えない自分を許せばいいよ。でそうすればいつしかね幸せの方行ってるよって、そういうこと言ってるんでしょう。でなんかそのことがわーって浮かんできたんで、石橋くんに聞いてみたんです。石橋くんさ、もしかしたらなんか許せないのかな。はい、許せません。はあ、きっぱりました。腹立ったと思ったんですね。で、あ、じゃあもしかしたら石橋くん自分のこと許せないのかな。はい、許せません。はあ、やっぱり。でもね、言った通りだ、ひとりさんが言ってた通りだと思ったんで、あ、大丈夫大丈夫、石橋くん自分を許しますって言えばいいんだ。はい、言って。ダメです。あ、ごめんごめん、思ってなくていいんだ、思ってなくていいから自分のことを許します。はい、言ってください。ダメです。え、あ、じゃあごめんごめん、ダメですっていう自分許します、どうぞ。ダメです。もうみんなね集まってきちゃったんですよ、周りにいた人たちが。どうしたのどうしたの、石橋くんが自分を許しますって言えないのよ。え、なんで、じゃあセリフだと思ってみんなで言おうよ、せーの。彼だけ言えないんですね、言えないの。で、あららみたいな。で、あ、じゃあ言えない自分許します、どうぞ。ダメです。じゃあダメですっていう自分許します、どうぞ。ダメです。もう全然ダメなのね。で、あ、これはちょっと無理だなと思って、石橋くんさ、そんなに言いたくないかなって言ったら、はい、言いたくありません、思ってなくても言えません。そっか、私もどうしようかなと思ったんですね。それで、はあ、石橋くんさ、あのね、私今のところこれ以上のアドバイスね思いつかないんだけど、治りたいの？って聞いたんです。治りたいです。そうだよね、あのね、だとしたらまず自分を許しますって言うことしかないんだ。最初はさ、それがスタートなのね。言えないかな。ダメです。そっか、じゃあさ、石橋くんごめんね、言えるようになるまでさ、ニコって笑って出入り禁止ねって言ったんですよ。はい、ありがとうございます。そしたら石橋くんがですね、はーって辛そうな顔をして、わかりました、自分を許します、言ったんです。本当にその時ファーって拍手が湧いたんです。よかったね、しばしく言えたじゃん。本当に言えないと思ってたんです、みんな。そんだけ言いたくなかったみたくて、でやっと言ったんで本当嬉しくなっちゃったんです、私たち。で、よかったね、本当私たち嬉しくなっちゃった、石橋くん人を喜ばした分ね、石橋くんに幸せ来るからねって言ったんですね。でそしたら石橋くんが、本当ですかって言ってニコって笑ったんですよ。でその笑顔がね、またとっても良かったんです。
32歳の男性の方なんですけど、ちょっと和風な感じの方でね、はい、はい、その人がね、もうすごい爽やかに笑ったんで、みんながいいじゃんその笑顔いいよってみんなからまた拍手が湧いたんですよ。でそれで石橋くん私たちまた嬉しくなっちゃった、その分ね幸せ来るよって言ったんです。そしたら石橋くんが本当ですかって言って、その後ニコって笑って、自分を許します、自分を許します、自分を許しますってはっきりとね言ったんです。そしてね、あ、ありがとうございます。でそれっきり彼はね天国言葉になったんです。でそしてねその日無事にね宴会も終わりまして、帰りがけに石橋くんに私聞いてみました。石橋くん今日はちょっとでも幸せになったかなって。そしたら石橋くんがねこう言ったんです。いいえちょっとじゃなくってすっげー幸せになりましたって言ってね、あ、ありがとうございます。でぎゅーっとね手を握ってね、その日はね帰ってくれたんですね。あ、よかったと思ってね。で1ヶ月ぐらい経ってまた寺子屋があったんですね。で、あ、彼どうしてるかななんて思って、そしたら一番前の席に来てました。で、あ、よかった生きてたと思いました。はい、ね、でしかももうみんなの話をうんうんってニコニコして聞いてて、ものすごい元気そうなお顔でね来たの。ああよかった本当に思いました。で無事にまた寺子屋も終わりまして、また二次会があったんです。そしたら石橋くんも自分もね行きますって言うんですよ。で、ああ行くの、じゃあ一緒に行こうって言ったんです。で頼んだ注文に驚きました。生ビールをくださいって言ったんですよ。へーですよね、ダメじゃない肝臓悪いんだしって言ったら、いいえ調子いいんですよ、大丈夫なの、はいって、チューハイとかも頼むんですね。でその後お通しが出てきたらバクバクね食べんので、え、食べ物ダメだったでしょ、うまいですね、ね、でいろんなねおつまみが出てくるじゃないですか、何でもいろんなの食べるんですよ、バクバク本当よく食べたの。え、大丈夫なの、ね、ダメだったんじゃないのって言ったら、いいえ本当調子いいんです、うまいですね、うまいですね、でたまに許しますって言うんですね。あいや本当に毎月毎月ね寺子屋に来てくれるようになって、もう毎回毎回ねどんどん元気に、ね、なって、今はもう許しますの広告塔というかな、ね、人気者なんですよ。でそれで今日は皆さんにちょっと一緒にね自分を許しますっていうのを言ってもらいたいな思いましてきました。っていうのは今のお話を聞いて、え、なんで自分許しますって言えないの、しかも思ってなくていいんなら言えんじゃないって思った方は多分幸せな人だと思います。この中で自分も言いたくないな、自分許せないな、はあ、言いたくないっていう人いるかもしれません。 いろんなとこもあって本当に言えない人がね何人もあったんです。でもね言うと何かが変わるので、それで今日はね余裕で言える人も本当はちょっと言いたくない人もみんなでね一緒に自分を許します、勇気を出して言っちゃってください。3回いきます、お願いします。自分を許します、せーの、自分を許します、自分を許します、自分を許します。非常に残念なんですけれども、はっきりと口一文字の方見つけてしまいました。ああ絶対言ってなかったよねっていう人見つけちゃったんですね。でそして中にはですねこう違う言葉を言ってるっていうもごもごっていう人いるんですね。それとちょっと高度な技がありまして口パクっていう手があるんですよ。でそれは私には見破られないんで皆様隣の人が隣の人の声を聞いててほしいんですね。で私は口元見てますんで、はい、で今ですね言えなかった方お家帰って言えるってことはまずないです。でなぜか自分が言えないとお子さんとか家族の方とかなぜか言えない人が周りにいるんです。そして幸せになれないんですね。ですからね、
言っちゃってください。もう今言うしかありません。じゃあ大きい声でお願いしますね。3回やります。言ってなかった方一人でやってもらいますのではい、お願いします。じゃあ3回いきますよ。せーの。自分を許します。自分を許します。自分を許します。はい、ありがとうございます。2つ目いきます、自分は余裕で許せますよ。でもあいつだけは許せない。全然構いません。思ってなくて結構です。人も許します。言っちゃってください。じゃあ3回いきます。せーの。人も許します。人も許します。人も許します。ありがとうございます。はい、3つ目です。自分を許せない人には特徴があるんです。っていうのはなぜか自分を好きじゃないんですね。自分を嫌いなんです。それで先日ですね、つい最近石橋くんに聞いていました。私、石橋くん自分のこと好き？なんて言ったと思いますか？こう言いました。愛おしいほど大好きですって言ったんですね。手振りつきでした。はい。でそしてその後こういうふうに言ってくれました。自分はね、本当に言いたくなかったんです。本当にやっと絞り出すように言ったんです、ね、でも言ってるだけで何か心の中で溶けてきたんです。そしていつしか許せる自分がいました。今ではね、自分にとって一番何かしてくれるのは自分なんだってことに気がついたんです。そして生まれて初めて両親に感謝の気持ちが持てましたって言ってくれました。ありがとうございます。それでは皆さん、もちろん行きます。手振りつきです。これは非常に私分かりやすいです。もちろん、やっていただけない方一人でやっていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。隣の方は声の方をどうぞ聞いててくださいね。はい、それではいきます。3回手振りつきでお願いいたします。自分が大好きです。はい、じゃあ3回いきます。せーの。自分が大好きです。自分が大好きです。自分が大好きです。皆さん素晴らしいです。とっても可愛い笑顔でした。はい、はい、今ね、皆さん言えてたかななんて思うんですけれども、もし今ね、自分を許しますとか自分が大好きって言えなかった方いたかもしれません。でも大丈夫です。今日は皆さんに素敵なプレゼントを用意してきました。これはひとりさんが実際に書いてくれたものです。後でね、皆さんも帰りにいただけると思いますので、じゃあちょっと読みますね。ついてる、感謝してます。幸せ、ありがとう、許します。1日49回以上言うと不思議と人生良くなるよ、ひとり。これです。これをですね、ぜひコピー取ったりしてね、壁とかに貼ってくださいね。で、毎日これ見るたんびにね、読んで唱えてください。そうしてるうちにいつしか許せる自分、大好きな自分に出会えると思います。皆さんが大好きです。今日はありがとうございました。花江先生、ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。